久保さん確かに昔フジテレビ買収ありましたね。ありましたねな。全然忘れてました。フジテレビ買収とあとね、球団ね、球団とフジテレビありましたね、ライブドア。懐かしいな。まあ確かにね、金で買えないものってあるでしょうね。うん。ただまあ、一般人がフジテレビ買収するとかね、球団買うとかね、 まあまあ、多分あんまないと思うんですよ、デカすぎて。だから一般的にならば、うーん、一般的に買えないものって言うならなんだろうな。まあ、愛とかすかね。まあ一般的な、まあ表現で言うなら愛は、愛はどうなんすかね。買えちゃうんかもしれないですよね、実は。実は金で買えちゃうかもしれないっていうね。わかんないですね。だって、 久保さんあの、婚活か、今なんか婚活ビジネスがすごいんですけど、あの、なんか年収何千万以上でなんちゃらっていう、そ、それが高いんですよ。で、それに群がってるんですよ。<laughs> うん、金やん、みたいなね。<laughs> ど、どうなんすかね、ここ。<laughs> まあ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 ね。まあ将来安定してた方がいいでしょうけど、 まあ結局金かと。まあ、金は必要なんですけど。だから愛っちゅうのも、まあ年収なのかな、とかね。<laughs> なんか難しいですよね、人間っていうのは。うーん。だからまあ、おおよその部分はお、申し訳ないけど、おおよその部分は金で解決できる部分が非常に多いのかなと思うんですよ。で、僕は、その、昔ね、あの、免停食らったんですけど、 免停食らうとね、久保さん免停食らったことあるか分かんないですけど、あの僕30日免停だったんですよ。でね、これはね、この仕組みどうなのかなと思うんですけど、ね、30日免停なんですよ。30日が免停なんですね。ただし、1万円とか2万円のそのなんか講習を受けると、その30日が1日になるみたいなね、どういうことやねんみたいな。 え本来30日運転しちゃダメ言うてるのになんかその1万とか2万円払って講習受けるとそれ1日になるみたいなどういうことみたいなね金かと <laughs>、ね、まあ,あの切符切られてもねいくらか払うわけなんですけどなんか面白いですよね世の中ほぼ金なんじゃないかな言ってらっしゃい